さあ、最後は消化器です。消化器には胃や小腸、大腸、肝臓、膵臓、胆のうなどがあって、このように複雑な形をしています。はい、なんか見たことあります。でも、内排用から作られ始めた頃の消化器は、ただの一本の細い管なんです。みんな管から始まるんですね。ええ。動物の器官って、完成したものも管状の構造が結構多いんですよ。消化器の形成ではまず、この細い管の一部が膨らんで、胃の原型が作られます。胃の下からは別の管が伸びて、肝臓や胆のう、膵臓の原型が作られます。そして、成長とともに管全体がこのように伸びたり、曲がったり、回転したりして、徐々に消化器のそれぞれの器官が形作られていきます。元が一本の管からできているとは信じられないですね。本当ですよね。この変化が内排用の細胞が分裂して増殖しながら起こっているのですから驚きです。このようにして人はいろいろな器官を作りながらお母さんのお腹の中で大きく成長していくわけです。ついに見た目も人らしくなりましたね。ええ。ちなみに脳や脊髄、心臓、消化器といった重要な器官は受精後3週から7週くらいの間に集中して作られます。ですからこの時期は外部からの有害な物質の影響を受けやすく、奇形や先天性疾患などのリスクが高まるので、薬やアルコールなどには特に注意する必要があります。なるほど。妊婦さんってお酒飲まないですもんね。はい。あとタバコなんかもダメですね。それでは今回の話はここまでにしましょう。三層性胚盤は外胚葉、中胚葉、内胚葉の3つの層からなること。各胚葉からはそれぞれ決まった器官が作られることを覚えておいてください。はい、ありがとうございました。